どうも、翔平です。またアドバンスオフやっていきたいんですけど、ドミネーションが、試合が見つかりません。なので、チームデスマッチ。今、時間がね、ちょっと6、あと6分っていう感じなので、うわー、意外とつないところにいるよ。そこにいたよ。ダメだったか。逃がしちゃった。そこで湧き続けるってこと。でもあそこいい狩場だよ、ね、真ん中から行った。リステージが変わったの。あい、やっぱり変わってる。あらあら、一緒に胴体験ができた感じ。OK、 少しエイム良くなったかな。だいぶ比べで練習したんですよね。比べっていうか、なんていうかですね。もうエイム多分切り替えても負けたからね。あれ壊れないんだやっぱり。じゃあシャン外側から行ってん。いいとこない。ごめん。やられた。 We're losing this fight. その奥うまく入り込んでるよね。やば。脇口は向こうかな。やば、向こうの奥で。あー、負けたー。うまい。やりますの。む。エネミー UAV アバウ。サイトの中で敵を見せてしまったよ。顔出すと思ったんだよね。あー、無理だね、ちょっとね。ちょっと助けて。今のパンチじゃ多分。昇竜拳。違う。うまい。やりますな。さあ、じゃあ頑張ってやっていきますよ。プレステージの人がもういるっていうのはすごいね。さっき。
さっきね、途中参戦で入ったロービーだと4人ぐらいプレイステージの人がいてびっくりしちゃったよ。何週なのかは全然わかんないけど。ちゅうことでですね、今回はね、これを使おうと思ってたんですよ。 KF5 ブレイクネックっていうのをね。で、これがね、ちょっとなんかお気に入りになりそうな予感がするんですけど、これにね、なんだっけ、ワイルドカードでメインガンファイターつけて、アドバンストライフルだっけ、ちょっと射程伸びるやつつけて腰打ちプレイみたいなね。これ本体にはね、あれがないんですよ、クイックドローがね。それがちょっといただけないんですけど、このガンフォーっていうパークをつけて、なんつうのかな、もう構えながらね走るみたいなね、いうプレイをしてみたいなと思うんですけれども、マップによりけりだな。リカバリー、リカバリーか、リカバリーね、ありました。じゃあやってみましょう。でも面白いですね、ちょっとね、おじさんにはね厳しいですね。結構見る箇所多いし、通常のモダンオフェアじゃなくて COD シリーズよりね、ジャンプでいけるとこが多いので、やっぱり上を取ることが勝利のあれだと思うんですよ。高いところをね、やっぱり見下ろすっていうところで視界が良くなる、まあ寝られるってこともあるんでしょうけどね、そこをうまく抑えて、要所要所チームデスマッチとかね、もちろん抑えていく必要があると思うんで。チームデスマッチ、どうなんだろうね。じゃあちょっとこれ使ってみようかな。私マップもね、まだ全然覚えてないので、これがね、ブレないんですよね、あんまり。OK、腰打ちも強いし、なんかね、私気に、もうなんか電池がなくなっちゃいそうな感じだね、これ。なんか。ただね、あっ、ね。どこ行った？あらー、あそこでリブ開いたのかな、あの人。いなかったよね。あー、ちょっとやっぱね、クイックドローがついてないので、ちょっと構えるのがね遅いんですけれども、マップの隅っこにいる系かな。当ててる、イエーイ。落ち着いて行動してますね。敵陣になっちゃったっぽくない？これ。あっ、ない。やっぱちょっと気づいてよかったけど、弾がないっていうのもね。ちょっと一回こっちに向けて、弾拾いたいな。誰だっけ、なんつうの、これね、さっきの SMG がすごい使いやすい。あー、挟まれた挟まれたっぽい、ね、
UAV online. よいしょ。あ、friendly missile strikes incoming。あ、殺される、殺されてねえけど自殺殺されると思ったらいいの、気づかなかったのかな。さあさあ、電池がなくなる前に試合終わらせたけどな。痛い、どっから撃たれたのかな。負けてるの、右のサイドに。わけがわからないな、敵の場所が。後ろに倒してくれた。ここにも、ここに出口、なんか変なあるんだ。グラドリ通路みたいなのか。気づかなかった。あっ、あっ、うまい、うまい、あはは、よくかれられた。いいジャンプだ。あらー、あら、そんなところにいらっしゃったのか。この辺か、この辺か。もうさすがにね、この奥だったよね、確か。マップが変わったか。ありがとう、助かった、助かった、助かった。どうなってんのこれ、マップの配置が変わったのか。倒した、倒した、ナイス。脇位置がさっきのままに行って、やばいやばい、危ない。開いたー、ほんとに。あ、持ってくれたか。負けた。なかなか勝てませんな。こんな死んだらダメだって話じゃない。死んだらダメだって話だね。面白かったね。うん。結構いい銃でしょ。俺好きなんですよあれ。なんかレンジがあってね。サンマシンガンのストックいらずで安定してね。レートが高いにもかかわらずブレが少ないので、うん、まあ、もちろんね、ストックつけてる、ストックじゃないや、フォアグリップつけてるからと思いますけれども、これは一体どういう扱いなんですかね。なんか途中なくなっちゃうんですかこれ。それともなんか改造バージョンとして常に持ってられるんですか。ここにつけたいんですよね、もっと距離伸ばすやつね。で、スカベンジャーをね、つけようと思ってたんです。そうだ、じゃあとりあえず今回はこんなところで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。負けた動画ばっかりだね。ではでは。